こがね、冷房効かないことで有名。あ、もう補正してるの結構良かったよ、ね、ね、俺さ、スパーチーと思いながら乗ってたよ。長温泉だね。はい、7までしてたの。7まで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 してたの。あれだって、あの、酔いさん帰ってるから力くなっちゃう。なんか、あの、あれだってさ、できてますよ。なんか、あの、でき最近なってスパーチだった。止まんなかった、スパーチだった。でも、あれだって、あの、クリック温泉自体のデッキっていうようなのが良かった。あれ良かったよ。冬のなんかボーダーはすごい。冬だね。まあ、国立っていう場所がね、こう、あの、食べがするから、それやる。いや、こんな風に書くのお客さんとして急にかね、こんな風になんか、あの、扱っていただけるなんて、すごい、光栄なことですよ、本当に。あー、こういう、ゆるいノリができる分析会目指そう。大事に見つかってたからな。頑張れ。みんなね、厳しいイベントはね、飛ばないよ。あ、カフクラで全然出てこないやつ。出てこない。プラレールで出てこない。プラレールで出てこない。出てこない。だってこれか、ニスキードのゼメンテキか、うん、あとあの、鉄道博物館のコビだ。あー。その3パターンしかない。これはいいと楽しかったけど。終わったかも置いてくぞ。じゃあ、あと10分ぐらい置いとくか。あと10分、OK。あ、面白電車。あ、やりますよ。毎回僕やってるんでやりますよ。やります、ね、やりますちゃんとこれ、神戸さんは連結機あるんで、後ろに。おもでん。うわ